本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。またインターネット中継をご覧の皆様ありがとうございます。ただいまより明日12月2日後楽園ホールで行われます GHC ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン小峠敦史対挑戦者太一、 GHC ヘビー級選手権試合、チャンピオン中島克彦対挑戦者鈴木稔、また12月3日ニファ有明で行われます GHC タッグ選手権試合、チャンピオンチーム KES ランスアーチャーデイビーボイスミスジュニア組対挑戦者チーム塩崎豪マイバッハ谷口の調印式を行いたいと思います。まずはじめに GHC ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を行いたいと思います。それでは挑戦者太一選手、チャンピオン小峠選手お入りください。では小峠選手、太一選手をお座りください。ではまず挑戦者の太一選手、タイトルマッチの意気込みをお願いいたします。いやだからよ、挑戦者は あいつだってんだよ。あいつから喋らせろ、チャレンジャーから喋らせろ。小峠選手、太一選手からそんなことがございましたが、先に意気込みの方よろしいでしょうか。自分が GAC のジュニアチャンピオンです。自分のプロレスをしっかりして、必ず防衛する、それだけです。太一選手、今のチャンピオン小峠選手の意気込みを聞いていかがでしょうか。あ、ごめん聞いてなかった。聞いてなかった。とにかくチャンピオンらしい試合を見せる、それだけですと言っております。誰がチャンピオン。チャンピオンの小峠選手がそう言っております。分かんねえやつだな。こいつがチャレンジャーだっつってんだろな。それじゃないとやんねえぞっつってんだ。こいつが俺に挑戦してるんだろ。それでいつとかやってやるっつってんだろ。現状チャンピオンは小峠選手、挑戦者太一選手として発表させていただいております。本日はそちらの方で進めさせていただきます。では質疑応答の方をお受けしたいと思います。改めて太一さん、お前誰だ。はい、お前誰だ。あ、誰だって言うの。私です。ああ、あるか。はい、確認なんですけれども、ベルトは欲しいのか欲しくないのかというところを改めて聞きたいんですが、ベルトは欲しいんでしょうか。いや、お前欲しい。これ巻きたい。私はレスラーではないので。いや、巻きたい。いる。これなんとも。これ取ったからって何かな。まあ、レスラーとしての名誉があるわけねえだろ。ゴミだよ、ゴミ。だこんなゴミだよ。俺らタイトルマッチやってる、野原らしいプロレス、心に残るプロレスやります。くだらねえんだよ、こんなゴミベルトよ。もうよ、今後は明日以降封印だな。二度とこいつらにタイトルマッチをやらせねえ。そう言われてますけども、いかがでしょうか。まあ、こんなやつを調子に乗らせてしまった原因は自分にあると思ってますんで、今後はもう本当にこいつに何も言わせないような試合を明日はします。太一さん、当日はまた、専属ディーバの安倍さんはいらっしゃるんでしょうか。当たり前だろ、お前そんな聞いてどうすんだよ。いや、華々しく。もういつも違うとこばっかり撮ってんだろ、そうやってよ、来るために。い
だからてめえハゲてんだよ。じゃあ、まあ改めてベルトの方はもう取ったら、そうだよ。まあこいつは言った通りよ。もう最後のチャンス与えてやるでしょ。その代わりだ。明日またこいつが俺に負けたら、いや負けんだけどよ。二度とこいつらの中でタイトルマッチはない。このベルトは永久に封印。終わり。GHC ジュニア、その歴史は明日で最後。これに何か箱を入れて、鍵閉めて、石狩川流して終わり。俺てめえを二度と挑戦させろだ。ベルトをうんぬかんの二度と抜かすなよ。それでいいな。てめえそれなりの覚悟で来てんだろ。どうなんだよ。てめえだけじゃねえぞ。全員だぞ。全員もう二度とそのベルトが欲しいと口に出すな。分かったか。お、分かったお前。逃げてんのか。明日俺はこいつに負けたら自分で自分のこと多分許されんと思うから、俺はもうお前に二度と挑戦しない。それでいい。ご質問の方よろしいでしょうか。それでは調印書にサインをしていただきたいと思います。ではまず、太一選手からサインの方をお願いいたします。チャンピオン、小峠選手、サインをお願いいたします。あ、チャレンジャーとかけよ、さっき。どうしますか。皆さんの立ち会いに内田会長サインの方をお願いいたします。誰なんだよこいつ。ドアの会長でございます。知らねえよ。どこのおっさん連れてきたの。関係ねえやつ出すな。それでは3名の線が入りました。それではホットセッションを行いたいと思います。その場にお立ちください。選手権試合は明日後楽園ホールの第5試合となります。どうぞご期待ください。それでは、会長、はい、一度戻りください。では2名での写真撮影を行いたいと思います。小峠選手と太一選手2名での写真撮影を行いたいと思いますので、まして、GHC に、おい、俺がチャンピオンね。はい、一緒に言うチャレンジャー、なんで取りに来い、てめえが取りに来いじゃん。取りに来いじゃん。
預かったもん。おい分かったら言っとけ。明日取りに来い。じゃあ俺大丈夫か。それでは AGC ジュニアヘビー級選手権試合の一番式を終了したいと思います。では小峠選手、お願いください。続きまして、12月3日ディファ有明で行われます GHC タッグ選手権試合、チャンピオンチーム KES ダンスアーチャーデイビーボイスミスジュニア組対挑戦者チーム塩崎号前場白牛組の挑戦式を行いたいと思います。それでは、両チーム、お参りください。チーム KES のお二人お入りください。それではまず挑戦者チーム、谷口選手より意気込みの方をお願いいたします。ケースとは、一度ベルトをかけて戦っていて、そのベルトをかけた試合以外でも何試合かやってますけど、一度も勝ったことはないですが、3日のタイトルマッチは必ず自分たちが勝ちます。では翔太選手、意気込みをお願いします。谷口が言ったように、KES に対しても、そして自分たち、谷口と自分のタッグに関しても、何もね、結果というか、何か実績になるようなんて全くないですし、先日行われた GHC タッグの後にリング上に、俺と谷口で向かいましたけども、あの時の皆さんもファンの人たちも覚えているのあれが全ての反応だと思います。でも俺たちは今やるしかないんで、その気持ちを持ってこの GHC タッグのベルトを取りに行きます。それでは今挑戦者チームの意気込みを受けて、スミス選手から意気込みをお願いいたします。So the KES? Yeah, I understand. Keep dreaming. Dream big, guys.That's all you guys can do. KES, we will be victorious December 3rd. Taniguchi, tomorrow, you're going down! いつまでも夢を見てろと、12月3日というのは必ず俺たちが勝って、お前らが負ける運命にあるんだということです。And Andre, can we have your response to their comment? Shut up. You think you're going to winThe GHC tag titles. You think you're going to beat KES. You've never beaten us before. You're not going to beat us on the 3rd. And tomorrow at Cork and Hall, we have singles matches. Me and you go, we fight again. Taniguchi, Smith, they fight. You won't make it.To the 3rd. Story's gonna be the same. Tomorrow we break you. Story's gonna be the same. Tomorrow we hurt you. And on the 3rd, don't show up. You know what's good for you, don't show up. 本気で勝てると思ってるのかと、俺たちにはまだ勝ったことないんだということです。で、同じことが12月3日も起こるぞと。で、明日はお互いにシングルで試合をすることになってるけれども、まず明日の試合で、2人を破壊するということなので、12月の3日までは持たないと、俺たちから言えることというのは12月3日もう来るなということです。ありがとうございます。それでは、質疑応答の方をお受けしたいと思います。深木さん。塩崎さん、谷口さんに伺いたいんですけれども、今12月3日に来るなっていうふうに、それまでに破壊してやるからもうその試合はないというふうな通告がありましたけれども、もう鈴木みのるさんも12月2日をもって、
最終決戦であるというふうにおっしゃっていて、負けた方が去れというふうに言ってるんですが、この全体の流れについて、どのように受け止められてますでしょうか。塩崎さん。そうですね、正直自分と谷口のタッグというのも不甲斐ない結果しか残せないですし、試合でもね不甲斐ない試合をしているのは多いですけどね、それでも先ほどにも言ったように縄を守るため俺たちが行くしかないし、3日、来るなと言われてものは言われてますけども、果たしてそうなるかならないかというものをね、明日の試合で見せつけたいと思います。谷口さんはこの最終決戦というふうに言われている流れについて、もうとにかく、もう自分たちがもう勝つことしか考えてないです。KDS の2人はこの最終決戦というふうに鈴木さんがおっしゃっていることについてはどう受け止められていますでしょうか。It's over. It's over for Noah is what Suzuki-san is saying. We have the GHC tag titles. We're going to have all the titles again. Suzuki-san's going to take the GHC heavyweight title from Nakajima. He's going to show that boy what a man is. And then it will be over. Over for Noah. Over.For Taniguchi and Go Shizaki. Over for Nakajima. Over for them all. Suzuki-gun is Ichiban now and forever. Suzuki 選手が言ってる通り、もうノアが終わる時だということです。自分たちが今この GHC のタッグのタイトルを持ってます。で、必ず鈴木軍が全てのタイトルを奪います。GHC のヘビーは鈴木選手が、あの坊やからベルトを取って、男を見せる鈴木軍が一番だということを必ず証明します。ですからこの谷口、塩崎、中島、全員ノアも含めてノア全てがもう終わる時だということです。Going into 2017, there will be no more Pro Wrestling Noah. It belongs to Suzuki-gun. You may as well call Noah Suzuki-gun going into 2017. Tomorrow, it's over for Noah. もう2017年にはノアという存在がもうなくなる。もう Suzuki-gun が全てを制覇する。そんな2017年になるからなということです。ありがとうございます。他に質問の方ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではフォトセッションを行いたいと思います。失礼いたしました。それでは調印書にサインをお願いしたいと思います。まず挑戦者チーム、谷口選手、塩崎選手からサインをお願いいたします。Sign your careers away, guys. それではチャンピオンチーム、KES の2人、サインの方をお願いいたします。
では最後内田会長サインの方をお願いいたします。それではサインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。両チームの内田会長はその場でお立ちください。それでは会長一度お戻りください。では、チャンピオンチーム挑戦者チームの4組で行います。GHC タッグ選手権試合は12月3日リファ有明大会でございます。また明日、前哨戦といたしまして谷口選手とスミス選手のシングルマッチ、アーチャー選手、翔太選手のシングルマッチでございます。ぜひ皆様ご期待ください。以上をもちまして GHC タッグ選手権試合の調印式を終了いたします。明日12月2日後楽園ホールで行われます GHC ヘビー級選手権試合、チャンピオン中島勝彦対挑戦者鈴木みのるの調印式を行いたいと思います。それでは鈴木選手、中島選手お入りください。それではまず鈴木選手から明日の決戦の意気込みの方をお願いいたします。いよいよ明日だな。おい中島、お前が新しいノアのリーダーなんだろ。お前の言葉すべてがノアの総意なんだろ。すべてをかけて明日リングに上がってこい。全部終わりにしよう。中島選手、今の鈴木選手のコメントを受け意気込みをお願いいたします。この位置まで鈴木みのるを来させたのは俺の責任なんで、しっかり明日チャンピオンとしてもノアを代表して、これ以上鈴木みのるを行かせないように必ずします。そして鈴木みのる、鈴木優の俺がこの手でその火を消します。なぜなら俺はこのベルトとともにノアを守りたい、良くしていきたい、それができると思ってるし、何よりも俺は絶対に止まらねえ。ありがとうございます。それでは、質疑応答。うるせえな。何がノアを良くしていきたいだよ。 お前に一つこの2年間で俺が思ったことを教えてやるよ。ノアは悪の根源だ。ノアがいる限り欲になんかならねえんだよ。
田選手と小宮高島選手。そのために今俺がベルトを持ってる。必ず俺が良くします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは質疑応答の方をお受けしたいと思います。平木さん、お願いします。今悪の根源とのようなことをおっしゃいましたけれども、もう少しその真意を詳しくお聞かせ願いたいんですが。お前らさ、何をもって正義って言ってんだよ。何をもって悪って言ってんだよ。ん？その価値は人それぞれかもしれません。じゃあそういうことだ。ということは、鈴木さんたちにとって明日の戦いというのは正義の戦いであると。当たり前だろ。清く正しく美しい鈴木君だろ。ではもうその鈴木君の、まあ、全ての手段を尽くして最後の戦いを終わらせるつもりでしょうか。そうだ、全ての力だ。総力を使ってな。中島さん、鈴木さんから全てをかけてというふうな言葉がありましたけれども、その全てをかけるというのは中島さんにとって改めてどういうことでしょうか。いや、その言葉の通りなんじゃないですか。ただ俺は全てをかけるけど、その全てをなくすのは鈴木みのるあんただ。まあ、あとは全ての手段を尽くしてというふうに鈴木さんもおっしゃってましたが、それについてはいかがですか。まあ僕は王者として全てを受け入れて、その上で勝つことしか考えてないし、まあ今回の明日のタイトルマッチはただのタイトルマッチじゃないと思うので、まあそういう意味でも俺は理解してるつもりでいるし、しっかりとノアにとって忘れられない夜に俺がしたいと思います。そりゃなるよな。鈴木さん、そう、非常に余裕のある笑いのように見えるんですけれど、皆さん気になっているのはやっぱり時限爆弾が何かと、それが爆発するのは12月2日であるというふうにおっしゃってましたけれども、もう少し何かヒントのようなものがあれば教えていただきたいんですけれども、お前らにさ、お前らとファンに教えて楽しませようなんて気持ちこれっぽっちもねえからだ。ノアを根底から全て消し去るために用意しただけだからな。お前らの希望をなんで俺に押し付けんねん。知らねえよ。中島さんはその時限爆弾というものに関してはどのような認識でいらっしゃいますか。認識、まあでも、まあ、とにかく僕は全て受け入れます。そのつもりで、かけるのはこのベルトだけじゃないでしょ。だから別に全てを受け入れるつもりでいるし、その上で俺が必ず勝つんで。では単に負けたということはベルトを失うものの以上のものを失うというつもりで
望むということですね。てめえは何年この世界にいるんだよ。何年見てきたんだよ。何試合見てきたんだよ。すべてっつったらすべてだよ。うるせえ。他に、すみません、内田会長にお伺いしますが、ちょっと改めて、ね、お伺いしますが、この状況でこの2人のタイトル戦を組んだということは、ノアとしても、この試合はもう最後の戦いということでよろしいでしょうか。あのリーグ戦の総括でも申し上げました通りですが、グローバルリーグ優勝した、鈴木みのる選手のに対して、GHC チャンピオンの中島選手があのリング上で、ノアをかけて戦うと言ったのが全てだと思います。ですからそこはあの時も言いましたけども、中島選手に我々もかけてですね、勝負を見守りたいと思いますし、当然中島選手が勝ってくれるものと思って、おります。以上です。はい、よろしいでしょうか。それでは、調印書にサインをしていただきたいと思います。まず挑戦者鈴木みのる選手からサインの方をお願いいたします。ではチャンピオン中島選手サインをお願いいたします。最後に、立ち会いに内田会長さんをお願いいたします。では全てのサインが入りました。それでは最後にフォトセッションを行いたいと思います。鈴木選手、中島選手、内田会長はそのままでお立ちください。調印式です。では会長、下戻ってください。では中島選手、鈴木選手、2名のフォトセッションを行いたいと思います。ヘビー級選手権試合は明日後楽園ホールメインイベントとなります。どうぞ皆様ご期待ください。どうぞ選手、もし最後何かあればお願いいたします。明日、俺がノアだってことを必ず証明します。なぜなら、俺は止まらねえ！ありがとうございました。